中学2年生に温かい拍手が送られています。浅田真央、憧れの伊藤みどり選手を近い将来追い抜くことはできるんでしょうか。バランスの取れた素晴らしい選手だと思います。ですけれども、はい、こうしてこう練習からずっと拝見しているんですが、こう毎日毎日こうこれ今日はこれだけというふうに言われたその通りに着実にこう守って練習をしているというそっちの方が私はすごく感心しています。あ、そうですか。非常に練習熱心ですね。だからこそここまでぐんぐん伸びてきているんじゃないかなと思います。名古屋のリンクで山田町子コーチのもと大津の金沢力を伸ばしてきています。フィンランドヘルシンキで行われましたジュニアグランプリファイナルではトリプルアクセルを見事に決めて優勝、そして2005年の世界ジュニアの日本代表にもすでに選ばれています。スピンもいろいろなバリエーションが入っていいですね。そしてステップからの3回転トリプルフリップ、夢見る14歳浅田真央のショートプログラムでした。いや佐藤さん、はい、このまあ雰囲気ですよ、終わった後もね、本当になんかスケートをする、そして演技をするために生まれてきたっていうような感じですよね、はい、なるほど。まあしかしね、八木沼さん、まあ、残念ながら次のイタリアトリノでのオリンピックには出場することができない、ね、これちょっと残念です、オリンピックの年齢制限のルールによって、はい、浅田真央選手は出場することができないんですけれどもね。でもその4年後のその次のオリンピック、はいはい、ぜひ期待したいですよね。やはり先シーズンから今シーズンかけてこう見てきて、ジャンプの高さも出てきましたし、はい、それから幅で降りた後のその流れでありますとか、うん、テクニック的なことも非常にうまくなってきています、はい、で今回のこのショートプログラムもスケーティングの伸びもありましたし、一つ一つ丁寧に滑ってましたね。よかったと思います。レイバックスピンも変化をいろいろつけてよかったですね。これが最後のステップからの3回転のフリップジャンプ。まあ本当に緊張というものがないんだろうかという感じですが逆にこう見守っていた山田コーチ、
どうですかね、コーチの方が緊張してたりなんですかね。まあ、よく選手時代にもコーチに言われたことありますが、はい、うん、何もできない分緊張するものだと、はい、やってる方が楽だというふうに言われたことありますけれどもね。私もリンクサイドにコーチとして立ったことが何度かありますけれども、はいはい、自分が滑るときよりも緊張するもんなんですね。足が震えました。そうですか。まあ、こんなことなら自分で滑った方がみたいな感じの心境なんでしょうね、これね。はい、さあ、キス&砕いての得点を待ちます。中学2年生浅田真央、現時点でトップはスムリ、そして安藤が続いて、浅田の得点が出ました。テクニカルエレメンツ技術点が 32.90、 そして芸術性です、プログラムコンポーネンツ 27.56、 合計して60点台に乗せてきました。現時点でスムリ、安藤、そして浅田真央3位です。